今回はですね、はい、ついにお待たせいたしました。はい、ええー、お便りグランプリ、はいグランプリの発表となります。そうですね。うん。まあグランプリっつってもね、あの、うん、まあいつも早瀬賞、岸本賞、はい、あと奥山賞というふうにこう、はい、あの三つ部門が分かれてる感じでございますけれども、ねうん、今年はねかなり あの量作多めなんで、ね、ちょっと選、ね、考も大変だったんですけどね、うん、ええー、まあ選ばせていただいたんで、はい、ちょっと後ほど発表させていただこうかなと思うんですけども、はい、延べ何通ぐらい来たんですかえっとね1年で200通ぐらい200でその中で読めてんのが半分ぐらい読めてんので110とか20ぐらいだったんです僕らが結構じゃ読んでますね<分> そうですよねだから2018年のとかは入ってない、うん、1> で1年で200通の中で、うん、まあ半分以上は読んでるからその中で、えー、読まれたものの中で賞、えー、を選ぶという感じでございます。な、はいん、はい、じゃないですかポッドキャストでここまでお便り1年で届くって、うん、そうそうない気するんですけど。 まあでも少ないでしょうねあるにはあるでしょうけど少ないと思いますよ相当数ですよこれまあね200って相当ですよ2日に1は来てる感じですからだって何でもいいわけじゃないからねそうそうそう1ローカルトとかだけで200っていうのはなかなかこれはねまああとあなたの悩み相談とかありますけどね入ってますけどでもそれはもう最後の1回まあまあそうだけどそういうことなんですよだからねあの優秀 刺みんあリスえは優秀ということでございますいね。かぶらずにね、しかもネタもありがたいですよ。胸を張って生きていただければと思います、うん。でも言うなよ。<laughs> なんでね、聞いてるって言うなよ。いう、ね、送ったって言うなよ。<laughs> な <laughs> ゴリゴリ言うやつもいるけどな。まあねあ。まあでもあの、ちょっとそれはね、やっぱ一応、あの、まず、はい、最後の方というか、はい、取っといて。はい ちょっと1年の振り返りもしようかなと思って,て、はいて、はい、えー、そうですねだから2019年,か 19, 年19年ね、うん、あのいろいろありましたけどいろいろありましたよ、うん、なんだろうね一番大きいことってあれなのかな、うん、令和になったとかそういうこと令和にいやもうそれはもう僕らのあれじゃないけれども、うん、だけれどもまあ、うんね、一番のニュースってそれなのかな、うん、そうですね 結構僕ら自体ではなんかありましたっけ、うん、これっていう僕ら自体ではまあ単純にメディア出演が増えてるとかはあると思うけどねあとまあ YouTube 開説とか YouTube 開催最近でいうとねはいはいそうですねとかですかねあとねまああのー、地方公演もあ<ー>まあやってるし結構あれだよねだから仕事の幅は 広がってるから、ね、そうですねあとあれですよね結構そのこういった活動じゃなくて本職の裏方の方にもオカルトっていうのがちょこちょこと出だしてきたっていうね,ね、うん、そういうのは、うん、それこそトシボーイズでテロップに出るなんてちょっと思ってなかったね、うんうん、裏方として思ってなかった、うん、で今までが一緒にやったことなんてあまりないしそうだよね、うん ジャンルがバラバラだからねやってる仕事もねそはすごい嬉しかったですね今年はボーイズで裏方入れるとはちょっとね思ってなかったな副産物だね明らかにね柴田さん優秀だからいろんなとこ顔出してるからあれだけど俺なんてもう本当にもう突出した何かでしか偏りがい偏りに入れないからった番組が多いかがもう全部パラメータがゼロなのよ一つが 高著しく高いっていうので僕全部やってきてるからだから一緒にできることって多分オカルト以外でないんだろうなと思ってたらそれがなんか意外とそうだね早くもっと先かなと思ってたまあねだからそういう意味では結構バランスよく働けたかなっていう感じあるよねそうですねどれとまあ階段グランプリ優勝優勝かとか大会出たりとかっていうと階段はもう大敗でしたけどうん 歴史にも見ない、うんうん、大惨敗でしたけど出たんかなっていうぐらいそうそうそう出たんかなっていうぐらい、あのー、最悪な記録作りに来たんかなっていう <laughs>、うん、でもそういう意味ではあれですよね記憶に残るタイプですね記憶には残らないよ記録に残ったホー,ムホームランか三振かみたいな <laughs> タイプで言うなら三振どころかキャッチャーを思いっきりバットでぶん殴った感じ <laughs> 誰なんだキャッチャーに当たるやつ番組番組にはあんまりだから震えなかったですよねそこではねまあグランプリではあれでしたけどそうですねそうすねあとまああなたは岡山帰ってのイベントあとかぐらいかな記憶に残ってるものってそうですねまあそうですねあと a b マとかでさああはいはいはい山口先生とねそう 共演さ確かそうそう生放送生放送なんて生放送の動画ねないんじゃない過去あったかなラジオありましたけど生放送の要はうん、安倍 a の動画っていうのはあれだけそうだったいやねやっぱなかなか難しいもんでね生放送とかイベントはね生もんなんでなかなかうまくいかない時もありますけどねはい あとなんだろうな映画関係とかあったかな、うん、まあでもそんな感じかそういう意味で言うとまあ去年とさほど変わんないかな、うん、仕事の幅となんかジャンルが増えたっていうぐらいで,で、ね、だらまあおおむねいい年と言っていいんじゃないかな、うんね、とは思いますけどね、はい、でまあまだあのね ちょっと残ってるけど、はい。年ボーイズとしての活動はもうあと二三日で終わりって感じ？年その年皆は今日が最後って感じよね。そうそう。別結構後半ねあのほらずっと呼ばれるかって言ってたシト神話が入ったりとかね。嬉しかった。ああ嬉しかったね。ね急だもんねしかも一週間二週間前ぐらいに声かかって。うん。うん。 ね、なんかそういう新しいイベントみたいなのとかも、うん、そうですね、うん、出れたのは良かったかなとあ,あとさくらつよしさんとほいぼうやさんと仲良くなれたのは<ー>結構、うん、それポッドキャスト界ではかなりでかい事件だったらしいじゃないですか、うん、いやそれが分かんないですよねあの全員そういうのしなさそうな引きこもり体制の人たちが一堂に会するみたいな、うん、結構出てますけどね <laughs> <何か S 2> あ付き合いはないだよね人とね <laughs> うん、うんうん、そうね ポッドキャストのさ特にあれバラエティじゃん、うん、ジャンルがバラエティの人たちってあんまりつるまない感じないえどういうことバラエティのポッドキャストの、うん、な俺が知ってる番組の人たちってあんまりゲストも呼ばないしなんかあんまりつながりないなって思ってたんだよね桜通信さん僕まだ100回ぐらいしか聞いてないからあれだけど <laughs> 十分だけどすげえうん、うん ゲスは多分ねまだ見たことないと思うんですよねであっちは中澤さんが多分初めてでしょ最近じゃんそやきもう何年もやってきて6年いないみたいな感じだからね相当閉鎖された人たちなんだろうなと思ってたけど確かにね意外とねあのお前の印象では結構ちゃんと喋れるっていうか人と会話できる人たちだったっていうことでそれもう俺の方が心配だったのよ それよりはお二人はねそうそうお前も含めねうんそうねちょっといやでも本当に仲良くしていきたいなと思いますよなんかね機会があればまたなんかね共演とかでも次は新年会ですからね3人で3人でやるのうんでもいいけどいや俺はいいわなんでだよ 濃いやあのあれあみんなで集まる時ならいいじゃんみん,みんななんてないでしょ、ね、相方いるし何みんなって <laughs> いやいや全員ってこと <laughs> そうそうそういやそれ難しいんじゃない番組とかそれはもうイベントやった方がいいよあそうね、うんまあそうなっちゃうよなでもさくらさん曰くあのトシボーイズさんとあのイベントやる時は俺はこれを突っ込んでやろうっていうのをね僕考えてるんですよもう、うん、何の話もないのにオカルトのここちょっとみんな詰めてないんじゃないの あるズめたらひっくり返るのにっていうとこ僕考えてるんですよええオカルトに言いたいことがあるんだそう言いたいことがあるって言ってた全然普通に桜剛に聞きたいけどなまあねその回ねでも話聞いたらすっごい面白かったですああそうなんだじゃあマジであるかもねそうねぜひね俺らもあんまりね身内以外はあんまり呼ばない体質の番組ではあるからだから申し訳ないかなと思っちゃうんだよねむちゃくちゃに話してるし 僕は別にいいんですけどね。うん。うん、どういうこと。いやいや、あの収録場所があなたの家ってとか。あったりにするし。あね、あの、うん、あと、あなたは女性が。 みたいなこと言うじゃないですか女性ちょっと苦手ですねだからそういうのを考えるとさ俺が選ぶの難しいなと思ってお前の好みじゃん結局女性以外やったら別に呼んでいいっすよ女性以外なら呼ぼうって思わないからないいいるでしょ周りなんか一回呼ぼうと思ってたって言ってたじゃんあ何人かねそうそういたんだけどもう忘れちたったらこないじゃんだって呼びづらいんだもん何やったんその人おるんホにいるいるただお前にあの 合わせて、どうなるかが見えないのが怖くてやめたい、ね何。何系の人何系の人普通に放送作家の。ああ、合わないわ。<laughs> 作家みんな嫌いだから俺。<laughs> 違うやつしかいねえから。ちょっと、ちょっとオタクっぽかったねああ、ダメ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 。もう自分の、そういう話。持っている情報なんか、うわーって出してって、マジで使えるつばっかりなんだから。高沢さんとかそうじゃねえかいや、放送サッカー嫌いなの。あ、放送サッカーね。なんか、あの、知識自慢してくるじゃん。ああ、まあまあね。そういう人多い。サッカー界つってもさ、知識自慢するやつばっかりじゃん。うるせえな。ーだらねえわ、うるせえな。絶対行かないもん。うん。あんなばっかりだから嫌い、サッカーは。言ってたね。サッカー界。 つまんねソみたいな噛み合ってねえの自分の情報言ってあっちが「へえ」って言わずに自分の情報言うからマジでつまんないわあれ何これと思って謎のねジャンルが別のマウンティング始めるからそう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 どっちも負けだよみたいなそうなんですよそうそういやもうよかったは呼ばなくてじゃあとはそうっすねイベントもやったし大抵のことはもううん いつも通りやったのかなただあれが増えたねやっぱり更新回数っていうかああそうっすねもうだって週に6ぐらい6上げてる上げてるんでしょ気狂ってるよねこのペースやっぱしかも他に伝わしたらもっとあるからね俺はそうだよねお前だって他にもポッドキャストとヒマラヤだっけってヒマラヤかやってもらねあと「日本大好き山崎さん」とかねやってるからあれもやってるし うん当にんか気が付いたらネットの住民みたいになってるねでもその時しかつながらないからね <laughs> いやいやでもずっといるじゃんいやいやいやまあまあ週、まあ、間全部いる感じでしも、ねうん、言ったら俺の尻尾かの難しいと思うよ <laughs> その時しかいないから <laughs> イベント来る以外それ以外はあんまりやんないからね、うん、いやそうよねそういう意味ではもう常に <laughs> なんかしら 毎日上げてんだなと思ったらね。うん、かなりストレッチにはなってますよ。よね、<laughs> なってんだ <laughs> それはなってますよ。<laughs> 毎日編集して毎日上げてそうだよ。だから俺は別に無理ない範囲でいいですよって言ってるじゃないですか、ずっと。無理ない範囲じゃ、何にも変わらないから。<coughs> 無理しないとやっぱり変わらないから。この腐り切った体制は。な昔ながらの。うん 誰かが壊してこの社会を作ってんだから俺が壊すよ体お前の体が壊れるイコールじゃないんだけどね世の中の体制変わるの世の中じゃなくてね僕らのねうんいいんですよそれはまあねええいえいという感じで今年もまあそれなりに楽しんでできたのかなはいそうですね楽しくあと俺入院したねあ本当だわ入院したねお前もなんかあったもんな一回 あの配信中止とか初めてだよねそうそう初めて五年が5年間か、ね、4年間か、うん、で初めてですねでちょっとトラブルもあったなあって、うん、いう感じいい、ね、そうだ僕来年 <laughs>、はい、2020年頭、うん、もうあの手術が決まってるんであそうねもしかしたらだからこれが最後の配信になる可能性もあるわけですよということ 手術によって声が失われるとかあはいはいはいゼロじゃないからね声失われるってあれでしょ今の声じゃなくなるってだけでしょえよあの手術ミスとか筆談でいいよ何て楽しいのそれこうやって言ってますって俺言うよ2倍しゃべんなきゃいけない全然いいですよあああとあれよだから麻酔して目が覚めないとかねああおじいちゃんもありえなくもないからまあねそういう意味ではちょっと 新年頭、うん、僕勝負どころ一個あるなん確かにね怖いですよね手術はねうん、うん、その間はねあなたいやそこはちょっとずらそうかなってもうやっぱり心配だからずらしました、えー、い,いいよ全然マジでいやあの毎日僕行くんでってくマジで行ってくれるがんかぶりで行ってほしいないやいや旅行にずらしたんで いやいやいやあの 2>, いい2月に二<い>月にずらしたんで <laughs> じゃあ俺も手術ずらさなきゃいけないじゃん月じゃあこっちもずらさなきゃな <laughs> 後出しだからさこっちのちねじゃ一緒全然ずらせられるから <laughs> じゃあ,あのねその辺はちょっと所内で受けていきますけどさくらさんにも叱られたんですよ聞いてやっぱり気が狂ってるなと思ったつって,って、うん、だからそこで気づいたんですねやっぱり尊敬してる人に、うん だよって言われた時に「あダメなことしたんだ俺」って気がついて俺散々言ったけど尊敬はちょっとしてないから散々言ってるけどだからそこはちょっとやっぱ改めないとなと思ったんでうんちょっとそうね普通にお見舞いしますさくらさんに頼もうそうしたら何かになったら怖いからはい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 ということでねまあおおむね 良好というか、うん、あの都市ボーイズとしての活動はもうちゃんとやれたかなと、ね、変,わ変わりますんで、うん、まあね、えー、そんな感じかな変わ、はい、ります振り返ることそんなね振り返ることね結構通常営業だもんね言ったらうんそうそう通常営業で幅と質が上がったっていうだけの話でうん、うん、そう、ね、仕事はねでもまああのー、最後にうん 来年の抱負とかでちょっと話して締めようかなと思うんですけどじゃあもう今年はもう振り返りはこれぐらいにしてメインイベントでございますお便り o n グランプリちょっとねそろそろ発表していこうかなと思うんですけども m 1キングオブコント r 1 t w それに次ぐ並ぶお便りワングランプリ いや、難しさで言ったら、並んでると思いますよ。そうでしょ取るの。うん。すごいです。だって200通の中から選んでんだから。うん。だから、今夜、うん。あの、お便り会のミルクボーイが、うん。決ますね。たたた、そうかそうかそうか。素晴らしい会になるわけですよ。もなかが。これの一通によって人生変わるわけでしょみんな。そうか。そうね。変わんないね。うん。仕事たくさん来るよ。さほど変わんないわ。電話止まんないと思うからさ。うん。ちょマネージャーはね。 今のうちから覚悟ですどうしましょうえっと奥さん賞林瀬賞岸本賞とございますけども誰から師匠から言ってもいいですかいきますか部外者なんで部外者って言い方はちょっと僕にはできないですけど部外者なんでね部外者からいきますね奥さんは毎回ねこうだから選んでますっていうのが面白とかではないんですよね 戦国理由がねが。そう、笑わせてもらったとかじゃなくて、奥さんは、この二人、僕ら二人が、そのお便りで一番笑ってたとか、うん、感情が揺さぶられた、盛り,たた盛り上がったっていうのを、要は旗から見てるんですよ。うんうん、要は SS 席から見た二人が一番笑ってたっていうので、うん、ちょっと今回。そのね、えー、視点で見たもの。そう。はい。でございます。奥さん師うはい。 とばく目白く田中さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。まあ奥さん曰くメールでも笑ってたし、なおかつあのとばく目白く田中さんはオフ会を開いた。ああ、開いてくださった。そうだわ。ああ、っていうのもあってちょっと感謝奥さんからね。うん。していまして、えとばく目白く田中さん田中さんにえ奥さん賞をちょっと授与させていただきたいと。はいはい。なりました。 はい、その A と別れて、うん、で B が出てきて、うん、B と付き合ったけれどもちょっとうまくいかなというところにまた A から連絡が来て、うん、その人と寄りを戻して、ね、結婚したっていうまでをなぜか。 僕らのこの番組でずっと追い続けてたみたいなドキュメンタリー追わされてたみたいなドキュメンタリー送ってくるんだものそうそうそうなおかつ文章がすごい面白いのようんこの子のデビューは結構衝撃だったからねそう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 面白い子いるなとかって思ったもんねあと津山駅でションベンを漏らしたとかうんまあいろあるんだよそうそうそうでイベントもね 結構そっから来ててくれるようにな本人とも話してますけどやっぱちょっとおかしなところは多々見られたんで話してねうんあとんかこういうマジの方なんだと思って胸がばっくり開いた服は着ない方がいいと思うなんでもう旦那さんもいるしちょっと落ち着いた服装に変えた方が婚活だからとしょうがなだから完全に自分のセールスポイント分かった上で使いこなしてたっていうところはと 僕らのイベントに相手を探しに来てたんですよ。書いて来てて、そう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 、オカルトが好きだから、ちょうどいいじゃないということで、趣味も合うしっていうことで、捕まえに来てたから、ちょっとそこは、あの、目ですけれども、ちょっとマイナスポイントですけど、婚活パーティー代わりに使ってたと、そうそうそう、僕らのイベントそうです、そうです、そうです。悪いですね。いや、悪い女ですよ。ただ、まあ、文章面白いし、なおかつ、結果、幸せになられてるから、今回はちょっと。そうね 多めに見ようとでですすだこちらはで何をお送りするかそうですね奥さん賞毎回なんですけれどももうどのイベントでも構わないのであの無料でご紹介しますあもうあの例えばじゃあ旦那さん今旦那さんなのかな結婚したはちょっとあれ定かじゃないですけどあのと一緒にでもいいですよねいいですよいいですよ全然ね全然言っていただければはい ご招待とご招待しますのでちょっとねどこに住むかとか分かんないから結婚後まあそうね分かんないからあれですけど笠間稲荷っていうの見ると茨城っぽいけど分からないもんね結婚したらね移動するかもしれない近くでやる時とかでもいいですしね言っていただいてもです全然好きな時言ってください落ち着いたらでもいいんでそうですねはいぜひぜひというのが奥山賞でございましたなるほどはい いいじゃないですはいはいはい、はい、じゃあ奥さん賞は田中さんでございました田名、はい、さんでしたでさああのー、やっぱ岸本さん賞が対象なんですよいやでもそれはどちらかというとあれでしょ<え>今までのあのさあ、うん、送ってきたプレゼントの質の差っていうだけであって、うん、いいいいじゃあ俺が対象か <laughs> いっていうとまああの過去の傾向デートそうなんだけど何送ったのじゃ今まで今まで結構あれよあの都市ボーイズ都市ボーイズの俺が作ったシールのあの手作りのとお茶なんかやってたなあそう手作りのお茶のやつとあそれはいいじゃんあとあのあれよえっとまあ有名な神社のあの 宝くじとかに当たるあの財布金財布とかそういう年末のやつ金財布か金財布かわかんないけどおもいとかをセットであげてたあなたが対象ですあんたが対象で五五五個ぐらいかな四点セットぐらいなんかいろいろ送ってたねそっかそっかじゃあ僕次またちょっと続けて読んでいいですか早稲田賞いいっすよはいあの僕が送る賞っていうのはあの勉強になったなっていう人に 今回あこういうケースあるんだっていうなんかレアケースに遭遇した方がお便りを頂い,いて、うんうん、っていうのをちょっと送らせていただきたいなとはいはいはいちょっと名前をですね付けさせていただきますはいさんですおめでとうございます、はいおめでとうございますあのもしかしたら聞いてる方からすると「うん、あやっぱりな」っていう方もいると思うんですよ あそうですかというのもかなりお便りが良かったんですっていうかあの名前で覚えてないかもしれないけど、うん、内容で覚えてるかもね,う,ねうんかなり良かったんですよ <laughs> ちょっと読ませていただきますね「はいはい、私が命を救われた超能力者のお話です」うん、こういうといかにも前唾のような感じがしますが、えー、聞いた通りお話しいたします、はい、というのも記憶のない昔の話なのです、うん、私が生まれて8ヶ月の頃小児癌であることが発覚しました、うん 余命一年と言われ、父と母は何とか私を助けようと、あらゆる治療方法や病院を探し、様々な人から情報を得ようと血まのこになりました。うん、今のようにインターネットがない時代ですから、人捨てに聞くよう、聞くよりありません。うん、中には、怪しげな信仰宗教に誘う人もあったようです。わ、うん、らにもすがりたい父母は、その信仰宗教にもいくつか行ったようですが、みんなよくわかんねえな、となったそうです。うん 卵巣近くのがんでしたので医者でも子宮を全摘出しないと生き延びられないという人がいましたが父母は0歳児の子宮をなくしてしまうなんてできないと命さえ危ないのに投薬で治す医者を探しに探しました。うん 当時の時点で私と同じ病気で完治した子供は子宮を摘出した1人のみで他は亡くなってしまっていたそうです、うん、入院して投与し薬の影響か病気の進行か日に日に元気がなくなり笑わなくなって一度は歩き始めたのにまた 歩けなくなってしまった娘。副作用で髪も抜け落ち、見るからに弱々しくなっていきました。うん、毎日片道1時間半かけて会いに来た母は本当に治るのか毎日不安な気持ちを押し殺しながら私に笑いかけていたそうです。うん、そんなある日、医学に関わっている父の友人が週刊誌に載っている超能力者の記事を持ってきました。うん、やっと本題に入りますと。うん、その記事は ハンドパワーでで病気を治すすというう内容だったそうです、うん、半信半疑でその人のもとを訪れた父母。うん、私が聞いた話をつなぎ合わせると、その人、カッコ A さんとしましょう、うん、は宇宙パワーというものを持っていたそうです。うん、ある日突然 A さんの部屋の外からまばゆい光が現れて、ベランダに出ると宇宙人がいて、人を癒す力を与えられたと。うん まるで漫画のような話ですが、そう聞いたと記憶しています。うん、そして、その力を人のために使おうと活動されていたのです。うん、雑誌にも載るほどですから、当時はかなりの有名人だったのでしょう。うん。はまず、A さんのもとへ訪れ、実際に手をかざしてもらったそうです。うん、その歌手は、ものすごく熱を帯びたそうです。そして、私の病気の話を聞いた A さんは、そんな小さな子が病気に苦しんでいるなら、ぜひ力になりたいと、無償で治療をすると、 約束してくれたのです、うん、そして入院中の私のところへ来てくださった A さん人見知りで知らない人を嫌がった私が一切警戒しなかったそうです<ー>手をかざした空間に霞がかった虹の波のようなものが広がっている不思議な写真です、うん、母曰く 顔色が悪く、常にぐったりしてほとんど笑わなかった私がハンドパワーを受けてすぐニコニコして起き上がり、見るからに元気になったことに驚いたそうです。うん、毎日辛そうな様子を見ていた母には歴然でした。うん、その力の陰なのか、医学の力なのか、私は少しずつ回復し、感知しました。うん、そして、次日は流れ、私に娘が生まれました。元気な女の子で生日、無事1歳になりました。ちょうど私が入院していた年です。 親になって初めて娘が病気になった時の父母の気持ちが少し分かるようになりました。うん、A さんのその後は詳しくは分かりません。ただ一度お会いしてありがとうと言いたいです。そして娘にも会ってもらいたいなと思っています。うん、というお便りでした。はい、はい、はい。ハンドパワーかなり不思議体験。まあ、あの自分なんだけど、はい、まあ,あの、ちっちゃすぎて分かんないから、ね、親から聞いた話やかなかそ,そうそうそう。なんですけど、うん やっぱりその僕らもねこの間 YouTube であげたんだけれどもやっぱり本当に困ってる人っていうところにふと現れてなおかつ無償で助けていくっていうのがやっぱりなんかうんあんまりないじゃない他に話としてね。なんかやっぱり送られてくるのを見るとけだものかなっていうぐらいお金を踏んだくっていくじゃん <laughs> って <laughs> いや、まあ、言い方はあれだけどね。うん、いや、その考え方によるよ。その、<laughs> 本当に神秘的な行為でものすごい消費するからそれに対する代償だっていう言い分もあるじゃないそういうんじゃなくそういうんじゃなく例えば今回のケースと同じで病気してますといろんな病院行ったけれどもやっぱり治らないとお金を回しにしてるねなおかつとたらい回しにしてるんだけどたらい回したお金を出せって病院は言うじゃないたらい回し代をね代を出せって言うじゃないそれが結構な額じゃんって言ってねわーっと出していったお金がない金策しなきゃいけないどうしようどうしようって部屋も引っ越し うん、なーってしていってやっとわらにもすがる思いでこの人直すらしいよっていう人が来てフーッとハンドパワーして直らず帰るただ金は出せって言うじゃないですかけだものかなと思うよ、ね、そ,そ,そ,そういう時に現れるレノシャってさ、うんうん、ほぼ嘘っぱちじゃん。うん 弱さの香りだけを頼りに来たなこいつみたいないるよね泣いた女の子げんこつして帰るじゃん家族にねだからそういう人たちばっかりだからいや本当にに霊能者ってやっぱこういう人がいるんだなっていう一つのなんかすごいレアケースの希望の証言だなっていうだから僕らもチムさんも動画内で「すさんでる」とか「俺はもう霊能者クソしかいねえ」って思うって言ってましたけどでもそこでもやっぱりこういう人たちがいるからやっぱり。 どっかで信じられない。そう,そ,うそ,うそうなんですね。うん、僕らもだ、希望の一つじゃないけれども、うん、そういう、うん、なんか、こういうお便りをいただいて、うんうん、すごい、もうちょっと信じてみようかなって思えるようなお便りだったなっていう。 感謝してますオカルトの希望を残してくれたという意味で選んだみたいな勉強になったなっていうやっぱり感謝してますねこのお便りがあったからこそこの時期ちょうどね霊能者にたくさん僕は取材してたんですよだからほんま僕もすさん出てクソしかいねえなマジでみたいな話聞いてもさ「うこうでこういうふうに私は感知させました」って言うけど。 いや「お前じゃなくねそれ」っていうのとかさ、うん、あと目の前で電話すんのよ「うん、もし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 あそれえなくなったのでも彼女だいね」うん、っていうのをなんか <laughs> もうあれ闇金かなっていうぐらい声かけかけてるお医者とか見てるのよわかるでしょまあまあまあねそういう人もいるそういう人を見てた時に来たお便りだったんでじゃあもうちょっと頑張ってみようってちょっと奮起できた あとさ、これもそう、前のもそうなんだけど、自分に子供ができて、そのね、子宮を摘出しなきゃいけないっていう状況から、今、自分の子供ができてっていうところまで、もう踏まえて、いい話じゃん。超いい話。いいよね。むちゃくちゃ探したいもん。心温まる的な話をね。むっちゃ探したいもんで、娘さん、会わしたいもん。ね、そうそう。で、ヒリ受けたい。本人以上に俺たち、会わせたいもんね。ヒーリング受けて。 初治療ちょっと初は5万ぐらいするって言われて踊れって言いたいもんね二2万5千ずつ払おうかそしたらでもね悪いとこあるからそんな感じそういう感じっすかそうですそうですあなたが選ぶ感じじゃないけどねいやでもすごいいいお便りだった内容としてはなんかうん何回か読んだもん読み直したうんくってうんこの時期 そう助けていただいたので僕の早瀬シなんですけど大阪の京と会議店っていうのがありましてそこへ行きましてカレンダーを買ったんですよそれをですねちょっとお送りしたいのであとお子さんがねまだちいちゃいということでちょっとお子さんに聞くお守りもねちょっと僕見繕ってお送りしますので。あの 教えろ <laughs> あと、あの、はいはい、言っときますけど、これカレンダーですから、はい、あなた送るの2月とかになって、1月のね、はい、ページ、一回も使わずただ破るっていう話にならないように気をつけてくださいね、うん、本当飾る前に破ったって言ったもんな。<laughs> ちょっと使いようがねえ2月に来たから。必要なさすぎる。忘れてる時に来て。カレンダーの2月からスタート。飾る前に破って1月捨てて2月から飾ったって言ってたから。しかも2月も後半。もうすぐ2月も破るのかっていうね。ちょっと気をつけてください。気をつけます、そこはね。カレンダーを送るならね。他のもんならいいんだよ。別に。カレンダーはないわっていう。 はいそこだけちょっとお気をつけいただければと思いますけど全書します全書じゃねえんだ政治家じゃないからちゃんとやることはやってくれないと困るんでね了解ですはいということでえ奥さん賞早瀬賞とわきまして岸本賞ですねはいということでじゃあねはい岸本賞もじゃあ発表しようかなと思うんです大賞大賞でございますはい じゃあまずオカルトネームから発表したいと思います、はい、誰だ気になるなオカルトネーム、はい、美大のタラちゃんでございます続いてじゃないそう二連覇ああえー、えっ前回も蝶さん送ったんだっけ前回俺わすごいな付き合っちゃうよ <laughs> これね、いや、俺、正直迷ったんですもうペンフレンドや。あの、そうそう。二人。あのね。やりとりして。またかいって思うかなって思ったのよ。はい。あの、みんなが。うん。でも、やっぱあの、面白いって記憶に残ってるってうともね、俺ダントツだったんですよ、これ。は。すごいね、それ。だからちょっと、もう申し訳ないけど、うもう2連覇という形で。じゃあ全然すごいですね。選ばしていただきました。はいはいはい。で、その内容でございますけどなんでしょう じゃあちょっとだだけ読まませていただきます、はい、ええ今回また特別な職についてのお話をお送りさせていただきますとうう、えー、とある関西圏の骨董の業者さんのお話です、はい、数年前そのお店に刀の修理の仕事が入り鍛冶、はい、職人の工房へ相談しに行く機会があったようです2、はいえー、二人で行ったのですが男性しか入れない<う>と 女性の方は別室で待たされ、はい、お弟子さんに連れられその男性業者さんのみ工房に入れられたそうです<お>中に入ると工房の中は壁は炭で塗り,て塗りたくり、はい、真っ黒で窓も全て塞がれそこも炭で塗りたくられておりました、はい、真っ黒な上窓も塞がれ通気口はあるにせよものすごく熱く <laughs>、うん、刀を叩く音がカーンカーンとリズミカルになり、はい、そこだけが熱で赤く光り 職人さんも刀を叩くリズムに合わせ声を上げるその姿情景に圧倒され神秘的に感じたようですその日は職人さんに刀の修理をお願いし帰られその仕事は無事に終えたそうです、はい、その数年後全く別件で刀の修理を頼まれ、うん、以前と異なる家事工房へ行くことになり訪ねると、うん、また女性は入れない、はい、すみませんと別室で待たされ業者さんのみが工房内へ入,入られました、うん 中に入ると業者さんはものすすごく驚か,るす驚かれたそうです、はい、部屋の作りは違えど全て墨で真っ黒く塗りたくられ、うん、窓も塞がれカンカンとリズミカルに刀を叩く音がし職人さんもそれに合わせて声を上げていたのですが<う>それが前に言った職人さんと全く同じ言葉だったんです、うん、刀職人はなぜか女性機の名前を叫んでいたのです。うん、カンカーンンピー カーンカーンピーッとそれを聞き「うん、全く剣も違う工房へ行ったのに」とものすごく驚かれたそうです。うん、例にあった時は下ネタを言うと消えるなどとよく聞きますが何か通じるものがあるのでしょうか、えー、その業者さんはだから女性が入れないんだなと笑ってお話しされ私はなんとなく違うんじゃないかなと思いましたと「うんえー、また何かの役に立てましたら嬉しいです」という感じで送っていただきました。うん、はい のの女性の話でございますけれども、ねはいうん、覚えてます強くこれものすごい俺あの覚えてて、はい、で話がものすごいねいろいろ展開したんだよね、うん、盛り上がったでその後しばらくこれに対してのメールが続いた来た来たた」回答じゃない,こゃないかこうじゃないかっていう推察がねうん来た来たここまでの盛り上がりをしたのはね結構あんまり 過去にもそんなにないんでそうですね似たような話はとかはあるけどこれこうじゃないですかねっていうそうそうみんな考察したくなったっていうで最後にはビンタロウさんも意見聞いてっていうことになってうちも聞こうと思って聞いてさっき下本さんが言ってたのが正解って言ってましたでね俺はもう完全にあのふざけて言ってたんですけどそれが当たってたっていうボケがね一ボケが正解だったって一番恥ずかしいやつそうそうそうっていう状況であれだよ う代くんのやつがあれ正しいう。ってそのね下りも含め楽しめた確かに面白かったんで大賞に選ばせていただきましたともうね「美大のタラちゃん」に関してはね俺ちょっと軽くファンみたいになってるから毎回面白いからちょっとねそこはでですねもう大賞決まっちゃったんですけどちょっとですね僕あの 『美大、まあの大将』2回選んでるっていうのもあって、はい、ちょっと今回初送ってきてくれた人が結構多かったのでっその中でこの人今後伸びてくんじゃないかというか、うん、どんどん送ってきてほしいなっていう方もいたのでそうですねちょっと新人賞枠じゃないですかど、うん、だけちょっと1個選ばせてもらおうかなお願いしますで,でですね、えーまあ、その方というのが、はい、新,人賞新人賞「オカルトネーム」<laughs> 梅干しさんごめんなさいえっとね、ま、すごいじゃあ要約して話しちゃいますけど、はい、あのトイレでスリッパッパの話をした方であ<ー>で結構あのよかった,、ね、よかった話もよかったし、うん、ちょっと。 それがねまた派生してイラスト描いてくれてる人がいたりとかっことってれ素晴らしいイラストでしたよ本当にあとねそれだけかなと思ったらの本当に最後の最後に12月にジャンプの話あったでしょ宅発のこれも梅干しさんなんですああじゃあすごいっすねだから結構2分二の2で結構いい話を送ってきてくれたんで今後まあちょっと期待大会ということで新人賞新人賞はいはい という形で、えー、梅干しさんに置くなんかしら起ころうかなと思っております、はい、おいいじゃないですか、うん、今回はレベル高かったです、ね、高かったかなり非常に高かったですねいつもだったら、うん、要は謎の格闘家さんとかね、うん、あのネギ坊主さんとかそう、ね、あたりが取っても、うんうん、おかしくないなっていう 赤鬼ちゃんとかさ有名どころというねぎさんとかねああいうところは撮っても全然おかしくなかったけれども今回は本当にレベルが高くってうんまあ和牛も落ちたしまあねそんなす、本当に。そんな感じそんな感じですうんまあその中でもちょっと僕ら選ばせていただいた今日だからその賞を取った人に関しては後日メールかなんかでいいんであの 送ってほしいっていう人だけでいいです。だから。送りますこっちから。あ聞いてないかもしんないじゃん。そうそうそう。あ、メールじゃあ送ろっか。あ、じゃあ。こっちで。あの。送ります。知らないかもしれないですけど、賞取りましたよと。えそれ、オレオレ詐欺じゃないあるけど。そういうの。プラズマに。おめでとうございますってやったでしょ。そうそう。旅行が当たりましたみたいなね。 先に先払いでいくとか入れてくれないとどうかこうなんであのどこ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 にちょっとお金を言う気していただけませんかね年見なさぎねぜひいらないっていう時だけ別の方が繰り上げになるのこれえっと「しれと新年読みます」って増やすそうそうそうわかりました林町なんですけれどもって言ってまあそういうことなんで今年は 2019年はこんな感じでございます、うん、そうですねうん、お便り1グランプリ来年もねまあやろうかなと思ってますんでぜひそれまでにいいネタを仕入れるなり、はい、ね、えー、サイレントリスナーはちょっと勇気出して出していただくなりしていただけるとありがたい寝星、ねうん、さんみたいにね急にドンと、うん、12月入って初めてのお便りめっちゃ増えたからねうーん、うん 私初めてなんですけどね多分うんいろんな方が参加してくれたんでありがたいですねということでじゃあ「おたよりバン」グランプリは終了でございますけどもありがとうございます最後「2020年」そうですね軽い抱負でもあとまあ感謝ですかうん語ってでも本当に思うのがさ必ずしもさ僕ら二人は精錬潔白な人間ではないじゃない 二人はっていうかまあそうですね、うん、いやいや俺だけじゃなくて <laughs> 俺ら二人そうじゃないそんなまあそうっすねさ人に何かをさあ喋ってお届けできるような人格者でもないしさ自覚あるんですねそれあのバックグラウンドがあるわけじゃないですよ <laughs>、うん、何かの教授先生まああの専門知識が別にすげえあるわけじゃないから、ね、そうそうただただ作家として働いていて <laughs>、うん、その。 いいろろなことに首を突っ込める職業だからちょっといろいろやってみましょうかっていうさ二人のやつをずっと聞いてくれてまず「ありがとうございます」っていうのはあるし他にいろいろあるわけじゃない例えばいやポッドキャストじゃなくてさテレビでもあるしさ普通に YouTube でもいいしラジオでもあるしさたくさんある中でポッドキャストっていうさニッチなところでなおかつその中でも僕らを選んでいただけてるっていうのを本当に感謝しなきゃなというのを。 最近思いますよ。本当に。なんで最近なんだよ。ずっとではない。ずっとではない。に正直言いますけど、最近思いますよ、本当に。波があるからね。うん。僕はずっと聞いて当然だと思ってやってます今もそうそう。そんなことないですけど。成長性ん。いや、そうね。もうまさにそうで、コンテンツが増えたじゃないですか、僕ら。全部ね。 追うのっってあっちも大変じゃ毎週やってるものを追うって、うん、やっぱなかなかだから、うん、であの結構メールでも多かったんだけど「最新に追いつけました」とか「ああるあるやっとあの今週分聞けました」とかっていう人も多い、うん、まあ時間ない中だからね,そうですねなんとか追いつこうとしてくれてるってところはまあ,ありがたいなと思いますけどね。はいうん うんとにありがたいなと思います本当にねまあねイベントもそうですしゲストで出るテレビとかもそうですし結構ねちゃんと見てもらってるから今はさ例えば「休みの日何やってる?」って言われてさ「ポッドキャスト聞いてる?」っつって「え何そのポッドキャスト?」ってなるじゃないまずで何かわからないコンテンツの中から「それ何聞いてんのボーイズ何それってなるじゃん そこまでの説明ってすごい長い長と思うそうそだねでもそれをしてくれたりとか面倒、ね、くさいのにねうん、うん、広めてくれたりとかあと黙って、うん、いやただ寝てるっていう人とかさ、うん、いいんそれです、ねね、それでもいいんですよ全然ねそれでもいいんですよ全然ねうん、うん、いいんですけど全然ねうんなんか本当に説明もしづらいねこうこんな。 ッチなもんをずっと聞いてくれててくれ毎毎日毎日説明がしづらいのはポッドキャストの責任ではあるけどまあね<ー>本当にそれを感謝です本当にそうっすね本当に思ううん、うん、でその今じゃね「うん、ポッドキャスト年越イズ何それ分からない」って言うけれどもまあ徐々に徐々に今はちょっとちょっとずつその僕らも上がってきてるじゃない名前が広がってきてるじゃん、うん、わけじゃないだから トシボーイズ聞いてますあ,あ聞いてるんや俺も聞いてんでいやでも俺のは先やけどねって言わせるぐらい頑張らないかなと思いますよああ<ー>うんじゃあもう恥じないようにそう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 私みんな聞いてますが、うん、普通に共通言語として通じるようにしていくそ,う、うん、そ,うそれは頑張らなきゃなと思いますよというのもねうん、うん、この間イベントがありましてねはい、はい、それで並んでる人がいたんですよ、うん、であの の人トシ・ボーイズ知ってるトシ・ミナも聞いてくれてる片っぽの人は多分連れられて初めて来たんでしょうねでその2人が話しててねであの知らない人が B さんとしましょう B さんが「いやんか初めて来たけど連れられてトシ・ボーイズっていうの面白かったよ」っつって「トシ・ミナ聞いてみてよ」って言ってて「何それ」って。 あの二人がやってるポッドキャストも「ポッドキャストって何それ?」っつって「面倒くさい下りが」「俺らの知名度があればそこは全部楽勝にクリアできてるんですよスムーズにできてるんですよそこで責任を感じたそうそうそうそこでもっとちゃんと有名にならないとなっていうごとねポッドキャストことポッドキャストは俺らだけじゃないけどなポッドキャストの知名度が上がるのを待ってらんないからだったらだ俺らの知名度が上がればポッドキャストも だからもう、ポッドキャストには頼ってらんないから、こっちが上がってあげないとって思いますね。そしたらそこスムーズになるんだから、聞いてくださってる方にも、ストレス与えたくないから。めんどくさい説明を省けるように。それからポッドキャストやめる。別の媒体に行く。それが一番手っ取り早いけど普通に考えたら。まあね。まあでも、愛着はあるから、こっちもね。まあね。そうでそう。そう、始めたのが、やっぱこれだからって思うからね。それはあります。だからも

言う通りだと思いますさそこは。嘘つける、ね、本当に。うん、うん。そう思ってます。ええ <laughs> <laughs> 思ってねえんだよそいつは。へらへらね、ええー、僕はですね、うん、来年というか2020年に関してはまあまあ、うん、やっぱまあいつも通りなんですよ。まあね。それをまず守るっていうところが一個。そうですね。重要かなという,、うんそ,うね、それわかる。うん、もうさその媒体がさ変わってどんどんさ。うん 世の中が変わってるから、うんね、本来はそれについていかないと、うん、多分ちょっと遅れてくんだよね,ねどんどんなんだけどやっぱりやってるのを大事にやっていかないと、うん、なんかそのついて無理やり頑張ってどうこうっていうのもね,ね本当はやった方がいいんだろうけど、うん、ちょっと難しいから、うん、まずは守れてるところをちゃんとやっていこうっていうぐらい。ね、あとなんかそうっすね まあ有名になる有名になるかなんかガシガシさこの間あの天才のあれを見たとかさ大していいと思ってねえのに全部に酷評などしてたけど今まではね「キングダム一つまんねえ」とか言ってたけども今回からはもう来年からはもう全部に。ディナー見ても ダイナーね。ダイナーか。でもダイナー見てももう滑からく、うん、いや最高の映画でしたと言いますよ。映画、うん、カラフルで、うんうん、本当にこんなにすごいキャストを使ってるのに。 これ誰でもよかったんじゃねって思わすこの技法はすごいですよねちゃんと褒めていくんで新しいって僕褒めていくんでそれでちゃんといやいやいいっすそれはそれで仕事くるかもしんない僕みんな褒めていきますよそうね敵増やさないのも一個ね目標でいいかもしれいそうですよ本当にね 何をそんなね、うん、敵作るようなことやってないつもりなんだけど。うん、堤幸彦監督は、うん、新しいお客さんを取りに行くんじゃなくって、今、あなたを好きな人を大事にしてみてはって言いますよ、ちゃんと。<laughs> うん、いい批評としてね。褒めてるでしょ、これは。うん、まあ、結果どっちも取れてないですよ <laughs> っていうことだよね。そう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 。うん、新しいことせずに、ちょっと原点回帰してみてはって言います、ちゃんと。<laughs> いや、もう、うん、なんでここに来て急に。 バッシングを入れそうなんですよ褒めてるんですよ全部あとまあ僕ら今年2019年にあった裏方パターン裏方都市ボーイズパターンもちょっと増えるといいなとそうですねんか表でやってるのが生きて裏方の方も仕事来るっていうのが一番理想的なのかなって思うしわかるわかるうん まあそういう感じかんそうですねうんあとは健康ぐらいいやむちゃむちゃ風邪ひいてますけどん。マジでどっちか大病してしばらく休止とか全然ありそうだからな毎年うんそうそうちょっとそこだけ気をつけていこうかね病院行こうちゃんとも一回じじいだからなお前分かって分かってねえ顔してるけど31だから若いでしょうん し31円もらったら気ぃ付けよほんとまだあのニワトリだったら黄色いよこれひよこひよこの部分全然黄色いあ、そうっすかそうそうそうじゃあまあまあもうちょっとねあのその辺は気をつけながらやっていこうかなと思いますけど気ますということなんでえまあ一年ありがとうございましたありがとうございました本当に感謝してますはい、皆さんのおかげで。 やれてますんで自分に拍手してあげてくださいおののがおののがおのので僕らはしないですけど今してくださいじゃ自分に対してねしてあげてくださいホントにあなたよく頑張りましたよそうですねめちゃくちゃな放送してますけどねオカルトじゃない放送もたくさんしてきた自覚はあるうんでもそれもよく耐えて聞きましたよあなたは本当に素晴らしい自分に拍手してあげてくださいそうですね宗教っぽくなってきたうん。あなたは素晴らしいみんながしみなんだから そう、えどういうことわかんないけど。知らないけど。知らないけどじゃないよ。責任取れよ、自分のやつことに。ということで、えー、まあ。とばと赤ちゃんに責任取れよ。ちゃんと無理、どっちも無理。ということで、今、2020年も、都市ボーイズ、都市みんなともとも、よろしくお願いします。はい。こんな感じで、終わりたいと思います。はい。あざした。ありがとうございました。 このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。